はい、根岸子です。おはようございます。ということでね、まあ今日はね、とにかくキャバクラをやれと俺は本当に思う。みんなさ、学歴がないとかさ、俺には実績がないとかって、だから何もできない、でも何かしたいってうずうずしてるやつって、若いやつっていっぱいいると思うんだけど、安心しろと。俺はバリバリの中卒って言っていいかも分かんないレベル、もう俺の学歴は最終小学校4年生ぐらいだからね、小数点も分かんない、今でも計算できない、筆算できないで、分数の割り算とかもできないからね、就職したことは一度もなし、ね、学歴もあれも何もね、で特殊能力とか特技とかも俺特にないんだわ。人よりずば抜けて何かこれができるってこともない、なんかそれなりになんか程よくこなすぐらいの人、これ俺でもビジネスで成功できたよ。でこのビジネスで成功できた業種が何かって言ったら、これが水商売なのね。だから俺はバカこそ水商売をやれって思う、本気で言ってんの。なんで俺がね、ここまで水商売を進めるかって、本当にこれ見てる同業の皆さんにから反感買うかもしれないけど、マジでこの業界はレベルが低い。地方に行けば行くだけね、前もね俺動画で言ったと思うけど、これ見てる人たちがね、東京とか大阪とかそういうところ、北海道とかもそうだね、ところで勝負しようとしたらかなり難しいと思う。でも金持ちになるために一時1年2年修行だと思ってどっかに出て起業しようって思うんだったら絶対に行けるのよ。学歴がなくても何もなくてもね、別にコネも何もいらないと思う、まあ俺の動画を一からちゃんと全部見る必要はあるかもしれないけどね、本当にそんぐらいいけると思ってんので。俺群馬県高崎市っていう町で水商売やってんだけど、高崎ってレベル高いんよね。これなんでかって、東京から近いから、新幹線からで東京まで1時間かかんないで行けちゃうから、みんな東京とかをこう意識して見てるから、やっぱりこのお店の作りだったりとか、まあキャストだったりとか社員の教育レベルだったりとかっていうのは必然的に上がってくる。だから俺は狙い目なのは東京からより離れた、もう東京まで行くのに泊まんないといけないよねみたいなエリアとかの地方、ここみたいなとこが狙い目だと思うんだけど、俺ね結構全国地方に行くこととかが、まあ仕事だったりとか打ち合わせだったりね、出張撮影だったりとかでいろいろあるんだけど、行くたびに思う、本当にもったいないなって。女の子の教育レベルだったりとか、ボーイさんだったりとかのこの立ち振る舞いだったり、この言葉だったりとか、このあと一番ね、何がもったいないなって思うかっていうと、この SNS だったりとかホームページの作り方だったりとか、そういうのがめちゃくちゃもったいないなっていうか思う。でもそれってしょうがないよね、やっぱ東京から外れてて、見てるところがさ自分の地域の人たちだから、やっぱりその中で勝負するから、そこがどん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 上がってこない限りこっちも上がらないみたいなさ、こういう業界っていうのはこうね、競い合って切磋琢磨し合ってる方がやっぱり伸びてくからね、だから東京とかに美味しいご飯屋さんが集中するのはそういうことよね。だから俺はね、この水商売っていうのは本当に参入障壁が低いと思ってるのね。でその参入障壁が低いっていうのは、要は何かというと、別に学歴とかもいらないし経験もいらないじゃん、だから俺も現にボーイ経験とか全くなくこの業界を始めたし、いやでもお金持ちにはなりたいけど別にキャバクラとかで成功したいわけじゃないんですよって思う人ももちろんいると思うのよ。それでもいいと思ってるのね、一生やれって言ってないから俺はさ、これを皮切りに資金を作って次別の自分の本当のやりたいことをやればいいじゃん。じゃあ自分が将来ね、美容室を持ちたいんだと、でトータルビューティーサロンにしたいと、それには一等地に構えて5000万円必要だって思った時に、あなた今のままサラリーマンやってて5000万作れると思うって話だよ。そしたらね、じゃあ今何歳かわかんない、それが20歳でしたと、やっと5000万貯まりました、私50歳です。その時に時代変わってるし、自分のやりたいことも変わってるし、生活環境も違うじゃん、結婚して子供もいて、下手したら孫がいるかもしれないよね。その時にチャレンジできるってことね。どんどん年を取れば取るほどさ、チャレンジする意欲だったりとかっていうのはどんどんどん下がっていくわけね。でもちろんリスクだったり守りに入ってくるから、だから今のうちに金を作ってね、じゃあ最初は別にやりたい興味ない仕事かもしれない、でそれを水商売ってもそれ始めて、でもそのことを一生懸命知ろうと思ってやって、お金を作って、その作ったお金で30歳になった時にトータルビューティーサロン5000万円かけて、その5000万円を作る一個の材料として水商売をやるっていうのは俺はかなりいいんだろうなって。それがいっぱいあると思うんだ、そういうのってね。でキャバクラじゃなくてもいいと思う、土木でもいいと思うよね、工場でもいいと思うよ。でも初期投資とか自分のその参入障壁だったりとか、自分の知識とかそういうのを全部いろいろトータル的に踏まえた時に、俺はこの業界がマジでおすすめだからやっと思うんだよね。だから現にうちもそうなんよ、水商売を始めました。でも今水商売以外にもいろんなビジネスを展開してるわけね。この業界で作った信用だったりとか信頼だったりとか、元に銀行から融資とか受けて、じゃあビルを買ったり収益の何かを買ったりとか、それで家賃収入を得たりとかっていう会社がね、ここにどん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 大きくしていこうということでやってるけど、入り口が水商売だったわけで、だから俺はバカでもできるよと、
本気でやればね、バカでもできるわ、適当にですれば、あ、ネギシク言ってたな、バカでも、じゃあ俺でもできるじゃんキャバクラ、やってみんべーっつって適当にやってたら、あ、それは無理、あ、そんな甘くないからね。でもバカでも本気でやれば十分な利益が見込めるビジネス。だからバカこそキャバクラをやれって思うね。つかマジで本当にやってほしい。つか俺ね、全国展開とかしたいなって思うよこの業界で、うん、だから地方とかでさ、やりたい人とかね、うちと組んだりとかしたら俺はマジで勝たせる自信があるんだよね。マジ余裕で勝たせる自信がある。俺は地方に行けないからさ、今キャバクラを1から01で立ち上げっていうのは無理だけど、それを01ができる人とかにサポートだったりとかは別に全然したいなと思うとも思ってるし、まあ、できそれだったらできるかなみたいな、本当にやってみてほしいなと思うんでね。それがさっき言ったじゃん、そのスタートするジャンルは何でもいいんだけどさ、俺はキャバクラがおすすめだよってより言って、例えば自分が美容室を出してみるとかでもいいと思うんだよ。でも俺がなんで美容室とかでこういう事件に展開しないかっていうと、リーマンショックの時、東日本大震災の時にとかで経済がさ一気にバッて悪化したじゃんか。でその経済が悪化して、その飲食店だったりとかっていうのはすげえ売り上げが落ちたんだけど、一番最初に戻った業種っていつの時代も美容室なんよね。やっぱり髪の毛って絶対切る作業が必要で、やっぱり人に会うからこの綺麗にしなきゃいけないとか、まあそういうのがあるんだろうけど、そういう業界ってさいいなって思うじゃん。だから美容室って信号機より多いって言われてるんだよ。つまりめちゃくちゃ劣等者じゃんか。景気は回復しやすいし、やったらリスクとかはそんなにないのかもしれない。コロナでもそんなに打撃は受けてないから、美容室は多分潰れた美容室ってかなり少ないと思うよ今回のコロナでね、うん、だからそういう業界の方がいいんじゃないですかって思うかもしれないけど、どんだけ劣等者か分かるって話。だから俺はそこで勝負しない。だって俺が美容室だった時に美容の知識とかもそんなない、俺学歴もない、美容の免許もない、だから誰かを雇わなきゃいけない、で美容室の切る技術もない、そんなやつが、まあでもお金はあるね、うん、だから美容室を出しましたと。でその中で美容をずっとやってきた美容の知識が豊富な人たちの世界に飛び込んだ時に勝てない。一生懸命めちゃくちゃ考えてアンテナを高く張って全国を見てる美容師さんっていうのは結構いるからね。だって大手がバンバン進出してきてんじゃんね。じゃあ有名なところだとアースだったりとか、サロンドジュンだったりとかさ、全国展開とかしてんじゃん。そういうオペレーションとか仕組みがしっかりできてるのが地方とかにバンバンあるような業種で勝負しても勝てないと思うから、だから俺はやんない。でもこの水商売っていう業界っていうのは大手だったりとかってもちろんあるけど、東京で大きいグループ、大阪で大きいグループ、それが全国展開して、じゃあ群馬だったり青森だったり秋田だったり三重県だったり岐阜県だったりとかにまで展開してるよってとこはないから、オペレーションとかそんな整ってないし、仕組み化しっかりできてないから、だからチャンスがあるよって言って、穴場だよって。だからね、いいんじゃないのって思うんだけどね。どうお前みたいな鈴友みたいなバカ、まあ、お前一応大学出たからな、学歴だけやな。そう大学出たから、まあでもまあ大学卒業できたのも俺のおかげだしね。俺がこの世に存在してなかったらお前大学卒業できてないからね。え、本当だよ。え、知ってる？それ大学も学校行ってなくて単位が足んなくて、鈴友はでもう留年が決定されてたで、うわ最悪って超落ち込んでた。だバカだなって言った俺が、お前なって大学は何を求めてるか分かるかって、しゃあ分かんねえよ後期、教えてくれよって言ってきたよね。だから俺はその時にね、言った、大学っていうのは自分の学校から何パーセント、100% に限りなく近い水準で就職率が、その時就職難だったんだよちょうど、あの就職がかなり難しいこの時期に就職率を少しでも上げることが大学が求めてることだぞって。だからなんだよ後期、教えてくれよ、じらさないでくれよって言うから、それはなって、お前が就職先が決まってるって言ったら卒業させざるを得ねえってことだよ。なるほど、俺会社やってたからその時、もう就職先が決まってますと、俺が全部印鑑をしてるからって言って学校の先生に相談した。これ就職先決まってるんです、でも留年になったら就職できないんですって言って、そしたら卒業できた、留年なしで、単位足りてなかったのに。つまり学校は就職させたかったね、それはその時期だったから余計に。そうだったよなお前な。こいつは不正に大学を卒業したんだよ。まあ俺もその片棒担いじゃったから、うん、いるから、うん、確かにそうだ。その時はうちで働くとか何もなくだから、うん、友達として押しちゃったの。そうそうそう、まだ当時あれ俺が21ぐらいだったよね。だからつまりその本当にそういうことしかやってきてない俺たちは、普通に犯罪者だしバカだし。そうそう、まあ、だから俺たちでもできるよってこと、だからお前たちだってできるだろってこと、やれよって、で金稼げよと、じゃあ俺におごれと、招待して接待してね、ネギシコさん今日いい女当てがっといたねみたいなさ、そんぐらいでしょ。ネギさん今月の上がりですね、え、そういうこと、稼いで頑張ってよろしくね、チャンネル作ると SNS のフォローとね、高評価も絶対よろしくね、頑張って応援してる、バイバイ。
あ、なんか暑かった。暑いよ、めちゃめちゃ。ライト当たってるからだ、疲れた。いや、なんかよく回るな、この口が。